当番や。気合い入れていくぞ。大リーグは5日、日本時間6日、プレーオフの1シリーズが開幕。ラリーグのワイルドカードシリーズから勝ち上がったメッツは、東地区を制したフィリーズが対戦し、6-2で逆転勝ちを収めた。この試合が復帰戦となったメッツの千賀滉大投手は、メジャー2年目でポストシーズン初登板。相手は東地区優勝の強力フィリーズ打線で、初回、いきなりシュワバーにカウント1、1から 95.9 マイル、約 154.3 キロ速球を右翼席に運ばれる先頭打者弾を浴びた。だが、その後は無失点で切り抜け、2回も三者凡退でしのぎ、31球で2回を1安打1失点。被弾は悔やまれるが、打者8人から3三振、1四球を奪うなど、まずまずの内容で役割を果たした。試合後、取材に応じた千賀は、まずは負けなくてよかったというのが一番強い。勢いのまま打たれたり反省点はいろいろあるけど、とにかくチームが勝ったのが一番と振り返った。先頭打者弾を浴びた後にスコアボードの方を振り返っていたが、と問われると、もっと上を見ていた、出会ってしまった、と苦笑いした。いきなり打たれてて草。さすがベセ大谷、シュワバ。先頭打者ホームラン14本打ってる怪物。マシュワバは事故るわ、当たるときは当たる。ポストシーズンのシュワッチに打たれるのはしゃあない。防ぎようのない事故みたいなもんや。センバツやで、スタッターとしては十分な働きはした。復帰登板でこれはまあ9大点やな。チームとしてはとりあえずは千賀が使えるモットが立ったということが収穫かも。しかもメッツ力点しててすごいわ。8回メッツの集中力はすごい。逆転勝利にあくるメッツ復活。もしかしてフィリーズここで敗退あるか。フィリーズここで敗退は予想外。まさに下克上、勢いの勝利。メッツがこのまま波に乗りそうだな。怪我明けの千賀が戦力になりそうなことも分かったし、このままメッツが勝ち上がって千賀の次の登板が見たいな。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。